切り取ったやつがいっぱい漂ってるんですよ。格納されてる空間の中にあっああ、て。それは前言ってましたね。この2、3日、ちょっと古代哲学ずっと勉強してるから、調べてるっていうか勉強してるから、なんかもうヒゲボーボーで髪の毛ボサボサみたいな状いやでも俺もそうですよ。態。毎回毎回こうね、勉強してるというか、毎回毎回 AI のことについて夜な夜なやってるわけですよ。で、まあ、3時、4時、5時で同じです。ボサボサな状態でもう、バーンっやって。ぱりね、思うけどな、大人になってから学ぶって大事よ。いや、でも面白いですよ。やっ本ぱり大人の時の学びの方が、やっぱりはるかにレベルが上がるんで。当。俺な、今年54歳やったか何歳か分からんねんけど、この50歳過ぎてこんな哲学今から勉強してんのって、こんなことになるとは思わなかったけどな、俺。でもいいんじゃないですか。全然いいと思もう、いますよ。本当、みたいな。全然もういいと思い頭まのす。中でプラトンとかソクラテスとかなんかあんなんがぐる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 回アンドロメダに飛んでいきました、頭の中が、みたいな話じゃないけどな。なるほどね、なるほどね。まあ、ええわ。で、娘の、あれ、いかがでした？あいちゃん。あ、でも良かったですよ。なかなかすごね。い疲れる。そう。でもあれでも、まあ裏返すと、さきさんが全部書いてるわけじゃないでしょ、多分いや、さっきあれ、丸まね。そま。うなの？そうよ。丸？だから俺びっくりしてたよ。え、マジか。お母さん何も手つけてない。そう。だから驚いてんのよ。すごいわね。そうそうそ書けちゃったんだ。すう。ごいね。そうそう。よく書けたね、あんなにね。一年かかってるけどな。いやでも、普通の大人でもあそこまで書くのって結構大変ですよ。本当に。まあ、で、まあ、なんていうかな。結構好調で、ね、よく、売れてますよ。だって AI の力もしないでやってるし、ある程度すごいことですよね。あれ出てきちゃうのね、本当に。まあ、売れてる、売れてないっていうより、なんていうかな、その、買われた人の、ほぼほぼ皆さんに突き刺さるみたいな。ぐさっと刺さるみたいないな。や、あれなんですよ。やっぱり15歳が書いたからいいんですよ。そうそあれが、単純に、20代か30代書いても響かないんですよ。う。そうなんですよ。15歳っていうリアルが書いたから、やっぱりすごい響くんだろうなってのは思いますよね。やっぱり。で、それも有名でも何でもないね、そこら辺の子みたそう。いな。で、素人が書いてまさすらからにね。中卒みたいな。だからだと思いますね。もうみんな、ぐさ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 刺さりまくりみたいな。もうだから、何やったっけ、大会社のなんか偉いさんとか、学校の先生とか、役人はもう串刺し状態みたいでもね、あれ分かってることはね、もっともすぎるからね、なんともいいんですそう。けどね。だからね、もうやっぱり15歳とかあの辺の子らが書く本ってな、書く文章ってな、最もすぎてすごいよな。住所ないですかね。住も所かな。う、そう、もうそうでございますみたいなな。やっぱり大人になると文章書くの制限かかるじゃないですか。これ言うと相手どう思うか。でも子供ってそれを、度外視にして書くからいいんでしょうね。だからもう混ざりっけないっていうかな。ああ、純白っていうかな。まあね、だからまあ、でも本当にたけさんは友達を大事にしてる子なんだなっていうのはすごく感じますよ。まあ、だから僕この動画でもいつも言ってるように、今の若い人たちってそういう感じなんですよ。あれ、まあ、うちの娘に限らずみんなそんな感じですよ。横に連れて。友達のネットワークを横につながるってことそうそうでそうそう。で、そこのつながりが非常に強いっていうかな。濃すね。いっていうか、縄文っぽいっていうかな。そういう感じですよ。さっき古代ですよ。この話したけどな。逆に言えば、友達の枠が抜けると大変なんでしょうね。いや、彼らは。そういう感じじゃないんですよ。え、そうなんだ。そういう、その、なんていうかな、音、な、そういう、その、計算っぽいやつってないんですよ。もっと純白なんですよ、今。だから、多分力強いんやと思うよ。それはみんながみんなそうじゃないと思うな。そういうコミュニティとかネットワークがあるってことですよ。それがポコ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 出来上がってきてるっていうわまあけ。でも、そういう意味だと、さきさんはやっぱりその協調性があるんでしょうね、感情ね。ね？協調性はあるんでしょうね、協調性。いや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 、だから、
今日ちょっとどうしようかな。世界のニュース、さっき行く前に本題入っていきせん。本題まだ決まってないんだけど、協調性じゃないんですよ、あいちゃん。要は、協調性っぽいやつとか、誰かにすがるっぽいやつとか、どっかのグループにいれば安心よね、とか、どっかの組織に属してれば安心よね、的な人たちとって、やっぱこれから生きていきにくいんですよ。で、そうじゃなくて、それぞれが若い子たちでも責任感とか自立っぽい感じですよ、要は。自分を持ってる人たちですよ。で、その自分を持ってる人たちが責任感を持って、若い人も年寄り、大人も、なんていうか、そういう人たち同士が固まっていくっていう世界なんですよ。僕、いつも言ってる縄文ですよって言ってる話なんですよ。だから、要は、すがってこないでねって話ですよ。わかりやすく言うと。だから、一人一人が、その責任感を持った人たちが固まってる世界っていうのは強いっていう形になっていくんですよ、やっぱり。わかる意味。まあ、前は。今日はこう、突っ飛ばそう。で、行きましょう。世界の朝のニュース、何言うか忘れたけど、まあ、もう、いつも通り、ねえ、みたいな。これなるな。ほど、まっちゃんの中ではねえだろう、一般の人はねえんだよ。いやいや、この動画見てる人はもう分かってる人ばっかりやからな、そもそもが。いや、もうバイデンもね、みたいなやつとか、まあ、明もう。らかに、でもいろんな経営者の人とも話してますけど、やっぱりその分かってる人はもう日本がもう戦争を準備してて、とんでもないことが起こるっていうのはもうみんな予知してて、ただニュースやメディアでは報じてないってことはみんな同じこと言ってますよ、やっぱり。まっちゃんと同じですね。ならないけどな。ならないけど、ちょっと一歩寸前みたいなやつ。ならないんだろう、最終的にならないんだろうけど、でも、そのね、その半島諸島にその大砲をいっぱい置いて設置してみたいなことは言ってたんで。で、まあね、アメリカ、バイデン弾劾間近っていう感じになってきましたからね。ちょっと今、それ手間取ってるというか、手こずってるというか、要はね、そのバイデンが売国とか、バイデンがその、なんていうかな、実はアメリカ合衆国のためにやってるんじゃないですよとか、実はアメリカの大統領ではありませんみたいなな。要は、金で動いてる方の、そういう国際資本というか、国を飛び越えたそういう勢力みたいな、そこで動かされてます。実はアメリカも乗っ取られてます。その上のイギリスも乗っ取られてますみたいな話は、いつも通りの話じゃないですか。でね、これね、ものすごくいい、ものすごいのはね、これバイデンが弾劾ってことになってくるとな。で、弾劾の材料はもう出揃ったわけですよ。要は、もうその証拠ですわ。ね、こんな悪さしてました。あんな悪さしてました。要は、あなたの銀行口座全部見せなさい。取引明細も見せなさい。で、金の出どころどこかも教えなさい。みたいな、その要求というか、突きつけられるというかな。そういうふうになっていく形になっていくんですよ。もう目の前まで来てんけどな。これ、9月ですよ。ね。この時に何が起こるかというと、その司法ですわ、アメリカの。この僕いつも動画で言ってる司法省ですよ。要は法を司るとこですよ。で、こんだけの証拠が出てきて弾劾だってなってても司法が動かないっていう形が演出されるんですよ。これ意味わかるでしょ？どんなことか。要は、一国の大統領が売国で悪さしてましたと。アメリカの役に立たないことばっかりやってましたと。でも、司法が動きませんと。これね、これどんなことになるか想像つくでしょ、もまあでも今う。回しますもん。要は、国ぐるみで悪ですよっていうことですよ。要はわかりやすいと、暴露されていくのが。で、まあ、これはええわ。で、でも中国も一緒なんですよ、その形。な。で、日本も今同じこと始まったんですよ。もう始まってるでしょ。要は、その政治とか役人とかそういう官僚組織っていうのはそもそも国のためにやってるんじゃないですよと。そう ね。もっと違うところからの力で動いてるんですよと。いうのが表にドキャーって出てくるってことですよ。これやってんの今。そうですね。だからいつも言ってるように政治も金融も解体なんですよ。これ明らかに。わ かるでしょ。で、政治金融が解体で、官僚解体、か、官官、加算解体。で、そこにぶら下がってる大企業も半分解体。で、銀行もバラバラみたいになっていくとどうなるかっていうと、そのぶら下がっ、民がぶら下がってたとこですよ。みんないろんな人らが。それがガラ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 ガッシャーンって崩れるわけよ。でしょ。だから、
今までの常識的な価値観とか、その世の中こんなもんですね、みたいなやつが、そのことごとく崩れるってことですよ、これ。うん。で、そのカウントダウンの10秒前っていう感じですよ。今、19、8の、今10いうとこ行きました、みたいな。いう感じよ、今。うん。なるで、ほど。まあ、わかりやすく言うと、幕末?幕末、明治維新前の幕末?明治維新前夜みたいな感じですよ。あるいは、終戦、昭和20年の敗戦、終戦前後の終戦1週間前とか2週間前。みんな、大日本帝国買ってるって信じてましたみたいなやつですよ。で、それがひっくり返るみたいな。んで、それと、まだ、いや、これがまとめていっぺんに来るって感じですよ、だから。今回。うん。だからね、ぐるっと見渡すと、その人間、人レベルで見るとな、3つぐらいに分かれてるんですよ。分かりやすいと、明治維新前の幕末にね、要は明日か、もうそろそろ着物ちょんまげやめて、背広、ネクタイにしましょう、みたいな。な。で、みたいな人たち?これどうなんのみたいな人たち。これ一つ。で、あとはまあ、もう一つは、その終戦、昭和20年の敗戦前みたいに大本営発表な、日本買ってると、まだまだいけると、アメリカなんか駆逐するぜ、みたいな、信じてる人たちな。この人たちが一つ。ね、もう一つ、三つ目は、いや、もうこうなるんでしょうね、こんな感じで行くんでしょうね、みたいな。それをもう分かってる人たち。この三つに分かれてんのよ、今。なるほどね。うん、そうそう。だから、何もないよね。別に、そんなバカなことはないでしょうって思ってる人たちと、いや、これちょっと来るぞ、どうするみたいな人たちと、いや、もう先って言って、俺、アンドロメダに頭飛んじゃいました、みたいな人と、分かれてるってことですよ。で、これ今この動画見てくれてる人は、そのアンドロメダへ飛んでいく一歩手前の人たちみたいなるほどね。な。そんな感じよ。なるほど。ええかな。まあ、今日は世界のニュースも、もうね、あれがどうした、これがどうしたって言われへんわ。もうありすぎて。もう言葉に出せないぐらい、もうジャニーズはもうダメですね、とかな。まあ、あれ潰しまあ、ましょう。それはもう時代の転換期でしょう、全部が。あれね、だから、あれも結局、いわゆる政治とかな。まあ、なんとか団体みたいなやつあるんですよ、いろいろな。うん、で、そういう、なんていうかな、後ろで力を持ってたっていうか、手を組んで一緒にやってたっていうのはやっぱ芸能なんですよ。うん、メディアですから、言うて。ね、要は、政治の力っていうのはメディアなんですよ。金とメディアなんですよ。で、メディアのその中ではやっぱ芸能人っていうのはやっぱり非常に、なんていうかな、力持ってるっていうか、なんていうの、発言力持ってるっていうか、一つの時代をこう動かしていくのに流行りみたいなやつな。トレンディードラマを含めて。うん。こんな感じでこれから世の中、こんな、これが価値ですよ、みたいなな。やってたのがメディアなんで、芸能界なんでな。で、だからその芸能界の中でも、ね、実は政治と相当つるんでるんじゃないの?みたいなところをこうしっかり知ってますよ、やっぱ。王道っていうか、うん、そういう、なんていうのかな、ここの首根っこ押さえたら、ここはこの業界は終わるだろう、みたいなところ知ってるんですよ、やっぱちゃんとね。やっぱ我々は中おるから分からんけど、イギリスなんかから見たらそういうとこよく分かってますよ、やっぱ。うん。で、そんな感じかな。で、あとは、日本の芸能もそうやし、で、まあ、この間何回も言ってる福島原発の処理水、汚染水か?まあ、あれをきっかけにこれから始まりますよっていうやつ。俺、前何回も言ってるでしょ、これ。あれが多分引き金ですよ、今回は。うん。うん。あれが今回の、なんていうかな、これから出てくるテーマの、なんていうかな、一つの起きた事柄みたいな。重大事みたいなな。で、あれが原子力っていうのが一番、やっぱり、なんていうかな、原子力というのが、キーというか、うん、だから原発含めて、日本に本当は何だっけ、核あるんじゃないのみたいなやつとか、あと、なんだっけ、広島、長崎に上から落っこちてきた、あれって本当に上から落っこちてきたんじゃないんじゃないのみたいなやつ いっぱい出てくるのよ、こっから、これをきっかけに。
だから、ね、原子力ネタで攻められる。原子力攻め原子力攻めで行かれるぜ、みたいな。そんな感じですよ。そうね。そうですね。うん。あの原子力がきっかけにガタガタ崩れていくってことだな、これ。いろんなものが透明、やっぱりいろんなものがどんどん変わっていくのは事実だなってのは思ってますね、やっぱりね。いろんなニュースとか見ててもそうですけど、全部切り替わるんだろうなってのを見てて感じましたね。やっぱり全体を見てると。まあまあ、入れ替えるためには一回潰さんとあかんので、全部を。だから、この今までの常識っぽいやつがことごとく崩れていくってことだな。うん。まあそんな感じ。隠されたものがそうですよね。うん、そうそうそう。そんな感じですね。だからもうあれがどうとかこうとか言えません。もう世界中ぐっちゃぐちゃみたいな。もう西アフリカ解放に向かって。ね、西アフリカなんかすごいよ、もう。歓喜の声援上がってるからな。とか、マリとか、コンゴとか、ね、あの辺、フランスから解放ですよ。だから、コンゴなんか、フランスの大使なんか、突っ越されたからね。うん、でも、その正規軍というか、なんていうかな、はい、うん、解放軍っていうかな、あれがワグナーが後ろ、まあロシアが後ろについてる、ロシアというより民間やな、ワグナーが後ろについてる感じですよ。あれがロシアが全部西アフリカの国々をフランスの植民地から解放していくっていう形なんで、もう明らかにもう僕はずっと言い続けてる独立自立ですよ、俺は。うん。はい。そんな感じでしょう。もうちょっと今日は時間がなくなってきたんで、テーマは。テーマ。あのね、今日はね、この間、ちょっとこれ、1万6000円の本買ったじゃないですか、これ、うん、これね。読んだんですよ、全部。これね。これ。で、結局読んで何が分かったかっていうと、やっぱりその人間っていうのはイメージ力が大事だっていうのを知ったんですよ。で、イメージの力によって、要は人っていうのが変わるっていうか、その、何でも変われる、実現できる。だから結局、優秀な経営者もそうだし、まあ優秀な人だったりとか、達成できる人ってみんなイメージがあるっていう話なんですけど、このイメージって、やっぱ読んでいくと、最終的にやっぱり宇宙と繋がってんだなって僕感じて、うん、で、その話をちょっと今日したいと思ってるんですよ。またちょっと待てよ。漠然としてますよね。漠然としてたんですけど、ただ、俺の好きそうな話。そうです。で、漠然としてるんですけど、ただ、結論、整理だけすると、うん、やっぱりそれって、根本的に言えば、もうイメージって想像じゃないですか。想像で、想像を豊かにするってことは、もう要はもう、自分を中心にしろって話なんですよ、結局は。自分を中心にして、物事を全部見て、イメージすれば、それが最終的にビジョンになったりとか、現実になるっていうのがもう答えだなって僕は思っていて、うん、まっちゃん的にはそれの答えってなんか他にありますかって話なんですよ。ね、その本本当にそんなこと書いてんのかよ。あ、いやいや、本当に本当に書いてますよ。ということは俺のが言ってることが全てになってくる。そうそうそう、だからこれ読んでまっちゃんの話と合理してあってんなと思ってて、いや、これちょっと俺じゃあ1万6500円で買わんかっても俺の話聞いとったらいいわけでしょうが。いいわけですよ。ただね、ただまっちゃんの場合ってこれは否定じゃないですよ。否定じゃなくて、はっきり言っちゃうと、要は脳科学に基づいた話じゃないじゃないですか。ああ、そうそうそう。うん、そこ要は、これは、どっちかっていうと、脳科学に基づいた脳の仕組みを元に説明するんで、僕らは理解できるわけですよ。でも、抹茶って、でも、それは後ろに根拠とか、要は根拠とか理論的なものあるから、はい、そうよねやけど、そう話しても結局は同じことでしょ、内容は。いや、そう、結局は同じなのよ。ただ、僕の場合、理数系の人間なんで、要は理屈がないと理解しないわけよ。もう俺が話せる方が超簡単でええやん、見てる人。いいんですよ、ただ、いいんですよ。ただ、それって、なんだろう。いい意味でもふわふわしてる考え方の人にとってはいいんですけど、理屈っぽい人にとってはそれ推奨しないことってあるじゃないですか、うん、科学者であったりとか、僕の場合科学者のタイプにあるので、どっちかっていうと、ね、性格的に言うと、だからちょっと真逆なわけですよ、どっちかっていうとね。だからこう話せるんですけど、だからそう考えるともうドンピシャ本当に、まあね、だからその本の著者さんだけか知らんけど、うん、その辺の人とも、はい、俺も、うん、まあなんていうかな、行き着くのは一緒みたいな、うん、一緒なの。ただその切り口が違うだけそうそうそう、そういうこと。それはすごくそれは面白いなと思っていて、そう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 。ああ、だからね、そう、うーん、
なんていうかな、その学問体系っていうやつですよね。学問体制。今日の一番、俺なんで今古代哲学一生、まあまあ楽しいからやってんねんけど、哲学をね、辿っていくと大体見えるんですよ。でね、今の学問の権威とか宗教的なもんとか世の中の仕組み的な常識的なもんも多分哲学見ていったらすっごくよくわかるんですよ。でね、元の哲学っぽいやつってどこなんかっていうところからちょっとやっていが、話していくとな。まあまあ、あんまりもう突拍子もない。1万年前ぐらいまで行くと、もう別に、なんか空見上げて幸せよね。そもそも哲学的なもんが出てくる前ですよ。で、わかりやすく言うと、紀元前500年とか紀元前700年ぐらい前。その前です。だから、日本で言うと、縄文から弥生に移るぐらいのところらへんですよ。要は、縄文から弥生に移って稲作、水田やわな。だから、手作ったわけですよ。水田工作しながらな。要は土地、その土地に住むってことですよ。で、これが紀元前500年とか、まあ、そこら辺りですよ。ね。その前は、じゃあ、哲学的なもんってどうなったんっていうのをちょっと今、ごっつ調べてんの、一生懸命頑張って。ですも、ごいですね。ないんすよ。ない？ないの。ファスト、ファないのよ。ァその、文字化されてないんすよ。スト、どういうこと？そういうことね。でも、日本はあんまないけど、世界で見ると、ええではなくて、書いてる。絵描いてる。なるほどね。絵は残ってるんですよ。絵画は残ってる。なるほど。あの絵を見て俺考えてんねんな、ずっといつも。これはなんなんやろって思ってな。でね、僕なりの答えですよ。だから、日本で言うと、弥生より前の縄文。で、世界で、だから紀元前5世紀、えー、紀元前5世紀、6世紀、7世紀、あのあたり前、それより前ですわ。でね、多分ね、天文多分。的な感じですよ。っていうか、信信仰、仰。なんかわからんけど、何かわからんけど、神への信仰みたいなやつですよ。だから、なんかお、雨が降らないから作物実らないですね、とか、なるほど。干ばつだから動物、狩りすんのに動物がいなくなりました、とか、で、要は、天への信仰ですよ。自然信仰ですわ。だから、要は、食べ物ですからね、一番大事なのは。そうですね。食べ物です狩ね。猟ですからね。で、そうですね。食べ物が取れなくなったら死ぬわけよ。だから、その食べ物の元の根源にあるっていうのは、自然なんですよ。でね、で自然を神と崇めるというか、太陽を神と崇めるというかな。そういう、哲学っていうわけじゃないけど思想的なもんですよ、結局。だから、そうですね。イコール天文学的なもんも入って、やっぱ繋がってるんですよ。そっから天文学って始まってるんですよ、やっぱり。だから、この天文学が始まったその元の根源っていうのは、食べ物がなくなったら人は餓死しますよと。で、自然脅威っていうのはこんだけ怖いですよと。だって自分たちは宇宙をもっと知って、星をもっと知って、太陽をもっと知って、自分たちがそれを理解して、その周期を理解して狂作に備えましょう、みたいなもんですよ、天文学的な話って。ええかな、ちょっとまた笑っといてるな、今日。またちょっと深いところに行っちゃってますね。頭飛んでいったな、みたいな。でね、ここ理解せんと多分分からんのですよ。もう俺、奥まで入っていくからな。一回、足ね、つかないといけないからね、納得しないとね。で、日本で言うと、縄文から弥生に移ったあのあたりから、世界で行くとギリシャ、あのあたりから哲学的なものが出てくるんですわ。紀元前5世紀です。これが、何だっけ、ソクラテスか。あのあたりから出てくるんですわ。でね、もともとっていうのは、やっぱり、人の英知っていうかな、その自然の神的なものを人の英知でコントロールするわけじゃないけど、それを知って何かに備えるみたいなとこから哲学って始まってるんですよ。でもやっぱり神的なものっていうか天的なものっていうかな、宇宙の大宇宙はこういうもので動いてますよみたいなところでやってたんやけど、プラトンとかな、あんなんが出てきて、やっぱりその次、
人類で我々でコントロールできるでしょうみたいな。なるほどね。だから政治的なもんとか、はい、法律的なもんとかな。で、はいはいはい、対立的なもんとかな。まあまあ、イエス・キリストが出てくる前やからね。はいはいはい。的なもんとか。で、あとまあ、司法制度みたいなもんですよ。なるほどね。はい。ああ、もう、だからやっぱりね、うん、日本で言うと、弥生時代に入って稲作水田ができるようになって、土地を所有するようになったところへんと一緒で、やっぱり人に管理されていくっていうふうになってくるのかな、はい、あのあたりから。なるほどね。はいはいはい。哲学なんですよ。哲学が出てくるわけ。なるほどね。そのプラトンを、この、何やったっけ、アリストテレスがぶっ倒すみたいな。やっぱり、はい、ぶっ倒すみたいなこと続けてんねんけど、はいはい、ちょっと話ぶっ飛んでまだ分からへんなってきたね、ったっけ。え、愛ちゃんが言ってたね、ったっけ。イメージ力です。イメージ力か。イメージ力です。あの、根本的に今日の課題は、イメージ力です。はい。そうそう。で、ね、その、そこをまず知ると。な。まあな、要は昔のことをイメージして知るってことですね。違う。哲学の根源みたいなところへんですよ。ああ、根元を知るね。はいはい。哲学の根源的なもんですから。はい。はい、で、あの、そこ、ちょっと全部すっ飛ばすね。もう全然時間ないから。はい、お願いします。全部すっ飛ばしゲームみたいな感じでいくで。で、もともと、まあ、現代人もそうなんやけど、結局は食べることなんですよ。うん、まあ、それはそうですもんね。生きるってことね。そうか、うん。結局は食べ物なんですよね。そうですね。我々、そうやねんけど、その、食べることだけでええわけですよ、別にもう。はい、はい。そうでしょう。人間学的にはそうですね。はい。じゃあ、あと何いんのみたいな。まあ、食べるだけですね。食べるだけ。うん、そうね。やっぱり食べて、まあ、そうね、食べるだけですね。食べて寝るだけでしょ。うん。あと何いんのみたいな。ああ、あと遊ぶだけですね。遊ぶってものは、うん。いや、だから、まあ、いや、だから、ええから、ね、はいはいはい。そのあたりの根源をシンプルに頭の中に据えといたら、その愛ちゃんが言ったインスピレーション、何やったっけ何やったっけテーマ。イメージ。イメージ。これもそれだけの話になってくるじゃないですか。はいはい。まあ、食うだけです。お天道様ありがたいよねとか。はい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 。そうですね。まさしく。以上終わりみたいな。はあ、はあ、飛びましたね。多分これ、聞いてると分かんないですよ、多分。全部すっ飛ばしましたみたいな、今日は。うん。なんか、高速で突っ出して、結局何イメージあんま、うんって感じなんですけど、もうちょっと詳しく教えてもらって。めんどくさいから全部すっ飛ばしたみたいな。そうですね。すっ飛ばしすぎますね。イメージね。だから、あのな、イメージ的な話っていつもいつもと全く言うてる話と同じで、俺しかおらんわけでしょう。この世の中には。うんうん。そうでしょう。うん。じゃあ、そのイメージって自分が思ったことを形に、思った通りになるだけみたいな。あとは何もありませんみたいな。なんかわからんけど、違うところ、外界のイメージが入ってくるっていう感じなんちゃうのかな。ああ、なるほどね。外界とか、まあ、メディアとか、うんうん、誰かとか、うん、もっと大きな、どこどこの、国みたいなやつとか、だから、あとは地球的な感じとか、で、日本的な常識っぽいやつとか、まあ、大体こんなもんですよね、みたいなやつとかな。まあ、要は余計な情報が入ってくるってことか。うん。だから、そのイメージが入ってくるんでしょう、多分。ああ、だからおかしくなるかな、そのイメージが入ってくるから。だから、天と繋がってないんですよ。ああ。宇宙と繋がってないってことですよ、全然。ああ、そういうことね。その理屈、へ理屈がおかしくしてるんですよ、全部を。うん。そもそもが。ああ、なるほどね。うん。そもそもが、その理論的にとか科学的に的なことは世の中をおかしくしてるって分かりやすいですわ。ああ、うん、なるほどね。はい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 、うん。そこを分かった方が分かりやすいですわ、もう。うん。ああ、分かりやすいね、確かに。だから、科学的にエビデンスがとか、それは数字で表したらこうですよとか、
数値的にどうなんですとか、はそもそもそんなこと常識的にはありえないでしょうとか、いは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 い
ものをおややこしくしてるんですよ、大体。なるほど。いや、へえじゃなくて、そうなんやって。ああ、まあ、いや、まあ、そういうあれだとそうなんですけど、やっぱり理屈で生きてやってる人間だったので。いや、だから、そんなもんすっ飛ばして、はい。天の声を聞きゃええだけの話ですよ。なるほど。それだけで終わる話。天とつながって天の声がこれが正しいかどうかをやめという、ね。いやいやいや、正しくないは言わないですよ、天は。言わない。なるほど。言わないというか、イメージを送ってくれないですよ。そうじゃなくて、天に授かる的な感じってな、正しいとか正しくないんじゃないんですよ。正しいも間違いもいいも悪いもないんですよ。宇宙にも天にも。それはないんですよ。そこを理解せんと話が進まないんですよ。そうじゃなくて、自分が思ってることとかやろうとしてることみたいなものの確信なんですよ。天が授けてくれるっていうのは。だから、どちらかというと、自分が思ったことが全てっていうことを教えてくれるんですよ。だから、70億人いれば全部違うってことなんですよ。80億人いれば80億人の正解があるってことなんですよ。こういうことなんですよ。みんなそれぞれが、これが大体これが正しいでしょう、これ間違ってるでしょうっていうことがおかしなになってるんです。話の根源が。これ多分見てると分かってると思うわ。結構な人。ないんですよ、そんなもの。だから天が授けてくれるっていうのは確信なんですよ。要は分かりやすいのは後押しみたいな感じですよ。ああ、なるほどね。はいはい、はい。あなたはそれでいいですよっていうことを言ってくれるわけよ。はい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 。その代わり責任持ってさ、ちゃんとやってね、みたいな。なるほどね。理解理解。そういうことなのよ。だから、理解理解理解。もう理論、理屈、へ理屈で固めようとするからおかしくなるんですよ。もうちょっと素直に行こうぜ、赤ちゃんのようにと。俺いつも言ってるでしょ、これ。言ってますね。だからそういうことなのよ、みたいな。なんか納得してないな、今日は。いや、でもね、納得してないっていうか、あ、まだ全然なんだろう、なってなかったなってのは、改めて感じましたね、今の話聞いて。まあ、確かに、そうね。もっと言うたろか。どうぞ、お願いします。天みたいなものの、それを理解できる方法じゃどうなのよ。つながるのどうしたらいいのよっていう質問あったでしょうや。これ言ってあげようか。どうぞ。自分を信じ抜くことなんですよ。ああ、なるほど、なるほど。自分のことを心底信じ抜いて、自分で全てを決断して、自分で責任を取るという思考で行動できるようになったら繋がるんですよ、勝手に。今日これ大事な話になるから聞いてほしいんやけどな。不信にあるわけじゃないんですよ。自分の中に天もあるってことなんですよ。宇宙が自分の中にあるように。同じなんですよ、これ。これで理解できたか、今日は。いや、これ今日締めたぞ、おっさんは。やったぞ。いや、結局自分自身の中に答えがもうあそう、るってこ全と部返ってくる、そこにある。ここにあるんだけど、それをなんかいろんなものの周りのやつに影響されてやってるか間違ってるんだけど、結局心の中のハートの中に入ってるでしょ。間違いも正しいもないんですよ。理屈へ理屈つけるから話がおかしくなるんですよ。全部は自分の中にあると思ったらすっごいわかりやすいですわ。でもそれを一応、なんていうかな、便宜上、天は上にありますってしてるっていうことですよ。だから、たまに俺この動画で上の方に羽ばたいて飛んでいきますっていうのも、あれ自分の中で飛んでいってるわけですよ。自分のこの中で飛んでいってるわけですよ。そういうことなんですよな。だから上に何かがあるとか、外に神様がおるとか、そんなことないんですよ、そもそも。わ かったか、これでやっと。なんか、すごく根本的なところが分かりましたね。で根本も、的にやっぱ。これ、本書いてもわかるのかな？わけわからん本になるのかな？こういうこと書くと。いや、絵を描くのやっぱり絵本でしょうね。絵本だったら分かりやすいと思だいかまらす。俺、絵本って言って、絵本やったら書けんってよ。これ、理屈で書く。AI の絵本でも描きますから。AI で簡単に絵本描けるらしいんで。ちょっと、あいつは絵本出すか、マジで。
ね、AI に書く絵本っていうのが一番いいかいもや、だね。から、俺、伝えたいことってあんねんよ。やっぱみんなにな。でも、理屈、屁理屈で固めたら伝えれないし。イメージ伝えるしかないっすよ、まっだちゃんから、のホ場ワイ合トのやる話、イメージでしょ、言った。は。で、実こはれイをメージな、伝えるしこれ文章化するとな、ダメなんかない。あのだよ、ね、こ勝手な情報が入ってくる。れ。そう。文章で言うと、それって、文章だから、違った認識でみんな取るんですよ。そう人そによってね。だからそうすると、う。そうそう。誤った認識でインプットされちゃうから、いや、それ謝がなくて、ろう。いや、心理が理解できないんですよ。だから、ま、俺、絵本やったら書きたいなと思って、ちょっと書くか、絵本も。絵本のね、簡単なね、絵柄みたいのを、ラフでもいいんで書いてくれれば、それ何を、かこの辺に輪っかついた天使が飛んでるやつな。で、それをね、AI とか使えば、ちょっといいような絵になってくれるんですよ、今いの時代っやー、て。俺、鉛筆で手書きで書くんすか？マジっすか？書きたい。わー、やばい、いいじゃんか。俺の思ってる宇宙を書きたいねんけどな。じゃあ、1枚この書いてくださいよ。ちょっと、いやー、やりだしたら凝るからな。岡本太郎みたいになっていきそうやねんけどな、だんだん。じゃあ来週まで1枚ぐらい 一練枚習だしけます。書いて、一枚書いて、これみんなに見せるわ、これどう？ちょっとみ見たいせてな。ください。僕の宇宙です、みたいなやつな。あ、でも、ああ、でもな、でもな、でも今のね、理屈の明記の話はすごく伝わりやすかった。やっぱり自分の中に持ってるから、結局それを変なもの、いろんな、いい悪いもないんだけど、周りの影響を受けすぎなんですよ、みんな。だから今日、だからそれができないってことなんだよ。そう、できないんですよ。だからそれができないっていう言葉に変換されちゃうんですよ。じゃないんですよ。結局だって自分の中に答えがあるわけだから。だから自分で勝手にやってるわけだから。そう、勝手にやってるんです。勝手にやってるんですよ。だけどね、思ったんですけど、今回僕が結構 AI についてめっちゃ勉強し始めてるのっていうのは、やっぱりその、今の高い本を読んだおかげなんですよ。正直言っちゃうと。そこである程度僕の中では理屈を分かって、それで自分の中で見つめ合ったらこうなったんですけど、ただ、それでも足りなかったのは、前から余計な情報があったので、それを、まっちゃんが教わった、今教えてもらった、やっぱり自分の心の中に全部持ってるっていうのは、もうそれを、もうそれだけの話なんですよ。それだけの話なんです。それを引き出しただけなんですよ。だから今めっちゃ楽しいんですけど、毎仕事っていうか AI の関係の仕事やっても楽しいんですけど、それはまさしくそういうことなのかなっていうのは、全部、腑に落ちましたよね。まあだからな、イメージっていうのはもう表現、イメージ的なものをこの表現的なもので変えていくっていうだけなんだ話なんでね。で、そこに理屈、屁理屈みたいなものがくっついてくると、もうそれは一生懸命その悪魔みたいなものがくっついてくるから邪魔するわけよな。やっぱな、悪魔に憑依されるんさ、また。この前言ってたね、そうね。余分なもんがいっぱい横から入ってくるんだよ。こんなこといろんな情報が入ってくるんだよね。やってて、それはあなた仕事になるんですかとか、こんなことやってても無駄じゃないんですかとか、いっぱい悪魔が横から来るわけよ。だからな、そういうものを、こう、やっぱり、取っ払うっていうわけじゃないけど、寄せ付けないっていうふうにして、なんかこう前へ進めていかないと、ことは成り立たないよ、もう。どう考えたって、これ。だから、それは形的とか、体裁的には成り立つんやと思うよな、日々毎日毎日が。ただ、実際じゃあ、どこへ向かってどうなるのかっていうところが分からなくなってくると思うんですよ。最終的にですよ。最終的にみんなその抹茶の領域に、行ってると思うんですよ。要は、今、現実的にある程度できている人たち、ある程度ですよ。ある程度自分がやりたいようにできている人たちって、もうまっちゃんの思考にいけてるんですけど、そこまで何度トライアンドエラーしてるはずなんですよ。多分ね。最終的にその答えが出たんだろうなってのはすごく感じますね。まあ、ただ、せいぜいあれよ。なんか、社会的な、今の社会的な中で金持ちになったとか、その辺の次元の話ですよ。言ってることって大体。それでも。それでも。もう次よ。次ですよ。もう、だから僕、今、やっぱりね、そういうことをちょっと学んで実践していきたいっていうかな。もう、そんなな、もうね、みたいな、もうな、もうちょっとイメージっていうか、こう直感っていうかな、赤ちゃんみたいな感じ？
で、自分の思うがままにこう何かやっていくみたいな。でもな、最終的には人って喜び的なもんってね、やっぱ人に喜んでもらうとか、社会に喜んでもらうしかないんですよ。自分が役に立ったっていうのが喜びになるんですよ。それ人ってはな。高い本にも書いてあった。結局人に喜びを与えることによっての返ってくる法則だから、もうそれはもう循環になってるわけですよね。自分が幸せというか、自分の喜びっていうのは人の喜びなんですよ。やっぱどうやったってな、俺な。これ古代から一緒なんですよ。これも縄文も一緒なんですよ。だからな、じゃあそれは、そのためにはどうしたらええのって、みんなの役に立つためにはどうしたらいいのって言ったら、学ばな仕方ないよ、やっぱ。学んで人に役立つ情報を提供して、ぜひで、じとゃもあ喜まあ、情んであげ報でもて、いいし、あっていう。何でもいいんですよ。ハードでもソフトでも何でもええんで、真理を学んで、なんていうかな、真理を学んで、今のこの世の中の常識的な、これが価値よねって言ってるものを度外してやっていく、もっと。そういうことですよ、多分。だからそれはボランティアとか人助けとかそういう話じゃないんですよ。そういうことじゃなくて、なんていうかな、解放っていうか、解放していくっていうかな、心。そういうことを伝えていくってことやと思うよ、多分。もう最後は。なるほどね。結局今みんなが考えてることって心の解放でしょ、やっぱ。そういうことでしょ、多分、つまりは。結論はいそう。や、なんか別にそんな困ってもないし、なんかそんなひどい目にもなんか合ってないけど、毎日なんかつまんないわね、みたいなやつとかな。漠然とこの先これでええのかなとか、漠然となんか悶々としてますみたいな話でしょ、言ってること多分。それは、やっぱ悪魔が憑依してるんですよ。言ってる話でな。悪魔が横からな、いや、それでええのかよ、お前って言ってくるわけよ、やっぱ。みんなね、悪魔がついてる。ってか、悪魔がある人は、もうどんどん顔に出てくるよね。顔に。知らんけど。いや、でもあいつはっきり言うけど、理屈っていうのは悪魔よ。だよね。そうなんよ。だそうだから、ね、悪魔がいますわ。いや、どっちにでもやれ、どっちにでもコントロールできるんですよ、理論と理屈っていうのは。わかりやすいと。わかるでしょ、言ってる意味。言ってる意味わかりますよ。だってゼンマークも今やりますもそんな理論理屈なんて、そんなもん本当にどうなんかなんかわからんので、ん。わかんないな、自分自身がない。でもそれを信じ、なんか偉い人が言ってるから信じますみたいな話でしょ、言ってること。単純。じゃそうなだくて、ね。そう自ね。分が思ったことですよ。もうインスピレーションというか直感で自分が思ったことを信じるってこと、信じるというかそれを確信にするってことですよ。それを後押しするのは天っていうことなんで。そういうことなんですよ、結局は。ね、そうね。だから心理なんて、心理的なもんなんて、これも人それぞれなんですよね。言っちゃうと。言っちゃうとそうなるんよ。言っちゃうそうだね。だから、僕が書きたい絵本ってなると、なんかこう、フライパンの中に、じゃあお鍋の中に80億人のなんか神様がいます、みたいな。なんかそんなやつ。お鍋の中からこう外へ出ていく人と、なんかこうに逃げ惑ってる人と、ピューって飛んでいく人と。それ言ってることわかるわ。わ そんなんよ。かりますわ、それを言ってること。いやー、ねえ、みたいな。今日もなんかおっさんおもろいぞーって言ってくれてんちゃうかな。でもイメージに関してやっぱりまっちゃんの説明は分かりやすいわ。最後の方は。前の方は分からないけどだったけど。おっさんおもろいぞーって言ってくれてるかもわからんな。もっと頑張れ 結局自分の心の中が全てもう答えは持ってるってことで、もう腑に落ちました。心の中というよりは全部自分にあるんですよ。だから、わかりやすいから、小宇宙。いや、小宇宙で分かりやすいとか、小宇宙？それぞれみんなに小宇宙があるんですよ。でもね、でも、それを束ねてるというか、そこに、なんていうかな、漂わしてる大宇宙もあるんですよ、やっぱ。わかるかな、これ。大宇宙があって、その大宇宙の中に小宇宙が、の人間がばーおる。で、その大宇宙の中に大宇宙がまたあるんですよ。
で、大々宇宙がいっぱいあって、その大々大宇宙がまだあるんですよ。どんどん組み合わせてよ。で、大々大宇宙がまたいっぱいわーってあって、大々大々宇宙がまたあるんですよ。で、じゃあ、おっさん、それどこで終わんのよって言ったら、そんな終わりありません。ずっと続いてますみたいこれなんですよ。わかった？不思議な話だったけど、最後。お前、ほんまかよ、これって言われそうやけど。いや、まあ。お前、そんなこと言ってるけど、そんなもん見たんかよって言うけど、そうだから仕方ないもん、みたもう、何にも言えないです、どれも今言ったら、ノーコメントで。いや、あのね、そういう感じなんですよ。本当。空間で言うとね、空間的に言うとそんな感じなんですよ。で、あとまあ、歴史、これ時間ですわな。今日最後やったけど、時間時ね、時間間的ね。な話もこれと同じようになってるんですよ。なるほどね。だから、切り取ったやつがいっぱい漂ってるんですよ。1分前、1秒前のやつも、ブワーって永遠に漂ってるんですよ。で、それが、なんか、格納されてる、なんかこう、空間の中にあっああ、て、これ、それは前言ってましたね。覚えてますよ。そう。で、でも、その格納された空間の中に、また同じのがいっぱいあるみたいな。外にもいっぱいありますみたいな。ね、永遠にありますかみこたれいな。前も言ってたね。それは、覚えてる覚えてる。あのね、時間の切り、それを自分で編集してるみたいなね。まあ、こんな感じなんですよ。だからな。まあ、今日の、まあ、いつものまとめと一緒ですよ。もうそんなな、考えることないよ、別にっていうのが最後の話。そんなな、なんて言うんだろうか。そんな手に負えんもんを考えても意味がありませんってことになるんで。分かったよ、これで。分かった、じゃあ、これ、よう分かりやすいやろ。そうな、手に負えんもんをな、ああじゃこうじゃ、右や左や上や下や正しい悪いで、こねくり回しても何の意味もないんですよ、もう。もっと大きなものの中にいるん。っていうか、もっとこう、なんていうかな、もっと愛のあるものの中にいます、みたいいやー、よくこんな抹茶の奥さんはうまくコントロールできてるな。すげえなーと思った。やっぱり。いや、抹茶よく結婚できましたね、抹茶もね。僕も実は見合いですけど。よく結婚できましたね、お互いね。昔はこうじゃなくて、最近こうなってしまったから、なんでかわからんけど。そういうことか。昔は理屈っぽかったんだね。いや、理屈はない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 、それはなかった、全然。なかった。全く理屈っぽくはないけど、全く理屈っぽくはないけど、あんまりその、こういう的なものも、理解はしてたんやけど、ある程度。さ、海、あの、俺自然の人やから、どっちかと海の人やから。理解はしてたんやけども、もうちょっとこう奥を探ってみようとか考えてみようってのはなかったわけよ。で、それがなんかこの3、4年で、ね、なんかもう変な、なんかどっかに頭いってしまったな、みたいな。いや、よく結婚できて続いてるなと思ってて、僕思ったんですよね。僕も結構人のこと言えないんですけど、本当に。もう大宇宙の法則じゃないですか、この話って。でも理屈は間違ってないし、正しいんですけど、それを理解するのは一定数だから。いや、相手は違うって。だから、見てる人多分思ってると思う。理屈もないし、正しいも意見もないってさっき言ったが、見てる人、愛ちゃんまた言った、みたいな。愛 ちゃんまた分かったよね、みたいな。悪魔が住んでる、僕の中に。悪魔がいる。悪魔がいる。嫌だ。見てると、愛ちゃんまた分かってへんな、みたいな。もう悪魔がいる。嫌だわ。まだ愛ちゃん分かってへんぞ、これ、みたいぜひ分かってる人はコメントください。本当に。な。ぜひね、僕分かってるよ、私分かってるよって言ったら、コメントしていいですか？分かってないもないんですよ。だから、正しい間違いもないしな。ただ、もっと大いなるものっていうかな。多いなるものね。そう。いもっやとー、大いほんなとるに。ものの中にいるわけじゃないけど、大いなるものに、こう、委ねられてるっていうかな。そんな感じですよ。すべてあればなるようになりますから、確かに。そそう、なるようになるっていう理屈はすごく理解できるんですよ。う。そいや、う。それ結局、そうなんですよ。なるようにしかならないよ。そう、結局なるようになった時にもう答えは一本につながってるんですよ。結局、今やってる行動も、スタートとゴールっていうのはもう変わんないから、結局は。
それはだから枝分けにすぎないのは僕も理解できてるんですよ。よく、すごいやん、愛ちゃん。それだけ分かった。それは理解できてるんですよ。ただ、うん、それに、確かに今日言った通りに、いろんな情報みたいなのが入ってくるじゃないですか。だから、遠回りになっちゃうから、それバカだよねって話なんですよ。いや、うん。だからな、結局、愛ちゃん、今日はちょっと一歩成長したな。今日はね、スタートとゴールは一緒なんですよ。でね、ほんなら、その中にあるじゃないですか、中、その中ね。ほんなら、あとは、その中をどう感じるか、どう面白いものにするかは自分次第みたいな。そうそうそう、それをね、クリエイティブをするのは、それ人、それ人、全員そうなんですけど、バラバラなんですけど、どういうことになってるんですよ、実は。そういうことでしょ？自分の脳では分かってるんですよ。分かってんだけど、うん、それをやっぱり否定してる自分がいるから、それをあのね、もう何度も何度もね、まっちゃんパワーを浴びてね、抱えないといけないからね、うん、そう、あのね、やっぱどうしてもね、半分右と左ってあるから、うん、味噌、片っぽ邪魔すんのよ。ただ根元は僕も多分まっちゃんとこんなに続いてるってことは、そういうもう全部理解してるんですよ、実際奥の中では。ただそれを変にさっき言ってたように理屈で固めるって、悪魔が住んでるから、こっちってあっちってするから、まあおかしな方向に行くことがあるんですよ。そうそう、ね、そうそうそう、ダメなんですけど。でまあね、ちょっとまあまあ、はいはい、そうやって自分なりに自分を書き換えていくみたいな、リフレッシュするみたいに思ってる人たち、これ見てると結構多いんやけどな、やっぱね、はい、結構ね、孤独になっていくんですよ、結構、うん、孤独感っていうかな、うん、それはあるんですよ。はい、やっぱこういう的な脳の書き換えを行っていくとな。でもな、その孤独も楽しいよねって思えるように今度もしていくとなっていくということなんですよ。だから、ね、なんかほら、ね、うん、あのね、世の中の常識的なもんとかイメージで、なんか理屈へ理屈的なもんで、孤独っていい話じゃないよねって勝手に思い込んでるんですよ、みんな。そういうこと、わかる？これも。うん、でも孤独っていいことよねってないでしょ、あんまり思わんでしょ、イメージ的に、うん、でもそれも書き換えられるけど、孤独の方がいいよねって。いや、孤独ってことは自分に向き合えてるってことですからね。そういうことなんですよ、うん、雑音が入ってないってこと。結局孤独ってことは余計な情報入ってないから、自分の中で答えがもう見出せてるってことでしょ、うん、で やっていってね、うん、書き換えていくとね、雑音が入ってこなくなるんですよ。で、うん、で最後ね、もっとね、それを理解できてやっていくとね、雑念が全く入ってこなくなるんですよ。そう、周りからのやつでもブロック入るから、結局自分がやってることがもう全部正しくなるわけだから、別に、そんな。で、もう一個いくとな、俺みたいに、周りには誰もいない風に見えてまうんですよ。ああ、そういうことだよね。最後、こんなことになりました、みたいな。うん、どうしよう、これ、みたいな。まあ、でもいるんですけどね。うん。いやー、まあな、いやー、今日は使ったイメージっていう言葉を使うだけで、なんかより深く足を踏み込んだ気がします。はい、これ、はい、誰か買ってくれるのかな。でも、あ、買いますあのね、いや、買わなくていいんですよ。0円出版しましょうよ。0円出版でキャニーちゃんが、いやいや、俺、あの娘がほら、15歳の叫び、あんな大人になりたくないって本書いたから、俺、同じ未来さんから55歳の叫び、あんな老人にはなりたくないと本書こうかな。いや、絵本にしてくださいよね、ちゃんとね。いやー、まあ、ぜひあのここにもちゃんと広告として PR 載せとくんで、ね、うん、あの他にも仕事くださいね、まっちゃんね。ねえ、でもね、娘はな、本、あの文章で本書いてるのに、俺は絵本かよ、みたいな。ちょっとあれですよ、他にもなんかこの案件以外にもまっちゃんからの仕事待ってますんで、お願いします。あ、ちょっと絵本、じゃあ始めようか、マジでな。はい、なんかの仕事、うん、新しい仕事が欲しいんで、お願いします。いや、でも多分あの誰が見ても理解できへん絵本。いや、それはいいんですよ、勝手に皆さん想像してねって感じで。もうね、一つの絵見ても想像の仕方が100通りぐらいのやつ。ああ、それでいいと思いますよ。結局ね、だってそれをだって出しても、だから自分が伝えていくことが大事じゃないですか。うん、で、さきさんは、あれを書いたことが自分のそれを表現であるわけだし、うん、別にそれは問題ないと思います。別に。いやーね、なんか最近ね、脳みそ、岡本太郎みたいになってきたみたいな。
まっちゃんが とこと、あ、まあ、まっちゃんはもうなんか一個もうはみ出してますからね、普通の人よりね。いや、そんなはみ出してない。あのね、多分ね、常識なんですけど、1段2段とネジずれて始まりますからね、こうネジがね、こう外れてますからね。そう、でもな、ネジ外れて外れてな、常識から外れすぎていくとな、元に一周ぐるっと回って戻ってくんねん、またこれ、面白いね、これ。また戻ってくんのよな、これ、なんかわからんけど。ね、そうね、そうね。ぐるーっと回って戻ってきました、みたいな。ぐるーっと回って、にゃんこのみたいなやつ戻ってくるんでしょ。まあ、一周回ってなんとかなってきますけど。まあ、だからな、まあ、世の中そんなもんよね、みたいな。うん、これは間違ってない。間違ってない、間違ってない。世の中は結局変わんない。うん、まあ、そんな感じで、今日も皆さん、書き換えが進んでくれると思うんで、この辺で終わっとくはもうわけわからん話になってきたから。はい、終わりましょう。はい、そうしました。まあ、うん、本当ね、すごい自由な時代来るからな。もう、うん、もう来てんねんけどな、完全に。もう今ちょうどな、1月から12月までの春夏秋冬で行くと、2月の終わりみたいな感じ。はい、もうそろそろ開けるぞみたいな、みんな飛び出す準備せよみたいな。いや、だからほら、火の中にこう潜ってたのが今からピュッて出てくるぞぐらいの感じになってきたかな。いいですね、いいですね、行きましょう、行きましょう、それで行きましょう、行きましょうみたいな、そんな感じで、はい、今日はこの辺で。OK です。はい、じゃあ、ありがとうございます。はい、失礼します。